シカゴプードルのピアノ&ボーカル花澤です。京都町内会バンドのボーカルギター原田博之です。はい、はい、どうもどうも、こんにちは、はい、というわけでですね、はい、この間、先週ですか、はい、僕らの対談、はい、対談の YouTube が上がりますよ。そうなんです、僕もね、あのブログアップして書いていただきまして、はい、もう写真も嬉しそうに、うん、まあ訳あって月曜日言ってたんですけど、うん、上がります、ついに、うん、というのがですね、完全に衣装が違くなってますが、うん、なぜかというごめんな、はい、あの、この間撮ったやつね、はい、音入ってんかった。あ、音ごめん、てない。結構喋りましたよ。ええー、話したいけど。結構ええ。ほんまごめんしたよ。もう俺家帰って、さああげよう思って、はいはいはい、このファン待っとけよ言うて、はいはいはい、何も聞こえない。いや、僕らもね、あの、ほんま、あの、ブログアップしてね、あの、待ってくれたよね。待ってくれてたと思うんですよ。もう何してくれてるんですか。いやいや、本当ですよ。いや、いやいや。前回よりおもろい話をするってことですよね。今日もう一回ね、はい、撮りに来たんですけど。はい、11月11日に一緒にライブをすることになってね、はい、僕らもう、まあ、もうこの間のブログでも書いてましたけど、僕も、うん、あの、もう花ちゃん、花ちゃんの中にそうなんです、ってますけれども、ね、HH で、はい、HH ですよ、うん、どんなライブですかね、11日。いやね、まあ言うたらもうツーマン方式でですね、まあ、対バン、完全対バン、完全対バンで、まあ言うたらもういろんな人を呼んで、まあ、あの、凱旋と言いますか。そやな。全員メンバーが卒業した学校なので、はいはいはい、まあ、自分たちの懐かしい場所に帰ってくるんですけど、そう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 、もちろん、なんていうかな、こんなに俺たちは愛されてるぜ、みたいなことで、うん、自分の客も連れて帰ってきてくれ。はいはいはい、そうみたいなので、うん、じゃあほんま僕ら1時間ずつたっぷりファンが満足するライブさせてくださいよ、ね。1時間もね、結構たっぷり。やらせてもらうというね。はい、先行ですから、僕が。あ、そんなんいいですか。いや、僕そそうですよ。いや、もう後輩としてやっぱり年功序列とか言ってない。もうオープニングアクト飾るぐらいの何言うとんねん。ガーン盛り上げて。俺らもう、いやいや、もうガーッ食べとくから。いやいや、いや、それ大丈夫かな。花ちゃんだもんや。それだけちょっとね、心残りなんですけど。何や、心残りって、はい、やろうや、はい、やった。だけど、はい、まあ台湾やるやん。それだけで終わらへんから、はい、基本も最後もうイーブンとこまで行かなあかんから俺ね、はい、あの、企画が来ましたよ、実行委員会。はい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 。なんと、うん、あの、歌詞を送りつけてきました、ね、歌詞をね、はい、ただいまといえばお帰りと言ってくれるこの場所でっていうね、ちょっと長いんです。これに曲を書いてください的なね、うん、あの、それがそれぞれに送ってこられてるんですよ、そうですよ、同じ歌詞が、うん、で、これがあれですね、あの、台湾終わった後に、はい、あの、お披露目だから、シカゴプードルならではのそのね、あの、まあ、その歌詞、その歌詞に曲をつけました、ね、まあ、僕はできましたけど、できたか、はい、この間のね、時はね、できてなかったんですけど、はい、できました。あ、できました、ね、はい、今日も、あの、君に会う時に、はい、あの、できてないとダメやなと思った、はいはいはい、先輩として、はい、そう、もう俺もちょっとビビったから、できてるって。いやいや、もう、もうパッと見て、ああ来たなと思って。あ、真面目やな。いや、もうやっぱりね、そんだけやっぱりその、まあ、学生の皆さんですか、うん、書いてくれた歌詞、そうやな、いや、もう大事に早く作ってあげないとっていう僕の思いですよ。すまんなんかツイッターであるあるを募集したらしくて、はいはいはい、で、なんか今の現役の学生たちが感じてる言葉が編集されてんだけど、はい、それを、僕も40代ですから、はい、まあ、四半世紀前の気持ちに帰ってね、はい、うん、時を超えて歌うっていうことですよね、はい、で、まあ、まあ、まあまあでしょ、10年したじゃないですか。まあ、そうですね、そんなもんですか、はいはい、ちょっとそれぞれちょっと違う時代を生きてる、はい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 、大学のやつが今の現役のこの歌詞を歌ってみるとですね、うん、こうなんかこう時間軸が一律とつながるんちゃうかっていうの で、ね、面白いねって話になってまして、それと、うん、もう一個あれでしょう、プレゼントもらえませんかみたいな、はい、そうなんですよ、まあ、メンバーそれぞれね、まあ、シカゴプードルならではのなんか昔のものであったりとか、まあ、宝物であったりとか、そういうのを出してくれと言われまして、まあ、僕は何にしようかなと思ってるんですけれども、音源、うん、まあね、なんかそのシカゴプードルのなんか昔のね、あの、音源とかっていうのがあれば。意外とあるよね。意外とあるんですよ。意外とあります、うん、なんか元メンバーの杉岡君っていうのも、はい、プレゼントだけは。そうなんですか。プレゼントだけは僕、ほなもうしょうがないですから、うん、ちょっと花澤、うん、花澤にもびっくりするのだ。マジですか。いや、それは楽しみですね多分ね、昔の音源とかも結構あいつもやるんでね、あるらしいね。昔のほんまに水曜日と2人で作ってた曲とかもね、ひょっとしたらあいつ持ってくるかもしれない。それすごい。それはあれ、あれ、あれ、あれらしい、当日に抽選会みたいなのをして当たるらしいんで、うん、そうなんですよ。もう激レアでございます。そうですね、はい、
ということで、うん、まあ、2つのバンドが対バンであって、うん、でそして同じ歌詞の曲をそれぞれ作って、はい、プレゼントがあって、うん、まあ、最後セッションもね、あ、なんかね、したいですね、やりましょうよ、うん、みんなが知ってる曲、まあ、みんなが知ってるような曲をね、ちょっとね、時を超えてね、時を超えてみんながやれる曲、はい、まあ、有名どころでもやろうかっていう、すごいいいイベントになりそうですよ、ほんま、E ホール、あの、うん、ハーディホールっていう、まあ、僕らが育った空気をね、はい、ファンの皆さんにも感じてもらえるし、ね、逆に同志社関係の人も、うん、おお懐かしいねって言って同窓会気分で帰ってきてもらえれば、はい、高野菜っぽくなるんじゃないかということで、ね、まあ待ってますよっていう、はい、チケットは E プラス、はい、それからローソンチケットで、求めることができますので、ぜひ集まっていただいて、ぜひぜひぜひ、いいライブショーや、ほんまそうっすよ、はい、もうたっぷりけどね、やりますね、やろうや、うん、はい、わかりました、というわけで、11月11日にハーディーホールでお待ちしています。京都町内会バンド、ギターボーカル原田博之と、シカゴプードルのピアノ&ボーカル花澤でした。バイバイ。